岩手ワンコ広報室。うにっち、今週のテーマは地域のお宝を再発見、三陸ジオパーク授業。地域の大自然に親しみ学ぶ旅を楽しむ場所がジオパーク。平成25年に認定を受けた三陸地域では、地域の成り立ちや歴史を学ぶ三陸ジオパーク授業を通じて、子どもたちが地域のお宝を再発見しています。今後このジオパーク活動を進めていくためには、小中学校におけるジオパークを核とした教育を進めていくことが非常に重要になります。ジオパーク授業っていうのは、時代を担う子どもたちが、自分たちの地域を見直してもらって、そして郷土に誇りを持って地域を盛り上げていく担い手としての心を育む機会ともなります。今後もこのジオパーク事業を多くの学校で進めていければと考えています。ジオパーク授業は三陸地域を中心に広がりを見せていますが、三陸ジオパーク推進協議会では副読本の作成や教諭向けの研修会などの取り組みを行い、さらなる普及拡大を図っています。全然違いますね。実際そのジオサイトっていうか、その地層とかを見に行っているので、その見に行った部分の成り立ちを考える。で、今日なんかも実際それを確かめようと実験一生懸命やって、驚きの声とかそういうのがすごくこうあってよかったなというふうに思いますし、ジオパークに関しては郷土愛を高められるすごくいい授業ができる素材だと思っていて、これからもやっぱり一生懸命こう取り組んでいければいいかなと思いますし、でまた今の子どもたちが新たなジオガイドとかになって地域をこう盛り上げていただければ嬉しいなと思っています。昔の歴史が分かるところだっていうのが驚きましたし、そしてこれが野田村の自慢できる一つの場所としてできていたらいいなとは思います。沿岸地域で取り組みを進めている三陸ジオパーク授業、地域を盛り上げていく担い手を育む取り組みとなっていくことでしょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。